はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのは、こちら、機械戦隊全じゃガジャポンなりきり全会者02です。 はい、一回200円のなりきり系の診断来ましたね。今回は表紙が2カイザーってことで、2カイザー関連がたくさんラインナップされてるんですが、まず0、1がギアダリンガー、ミニミニ戦隊ギア付属、ちゃんと変形するって、ダリン回転もあるんだ。ギアトリンガーは前回ラインナップされましたから、再録かな で、ゼさんがツーカイザーマスクスイング。ツーフォームの再現可能。頭部のここの番号とロゴを変えられるわけか。で、4番がツーカイザーディア,アバックル。さらにカッターナトリッキーのスイングとなっております。で、今回もコンプセット買いましたので、開けていきましょう。まず、今段の1番の目玉は、間違いなくリアダリンガーですよね。相変わらずの。 200円とは思えない大きさモールドとかめちゃ細かいんだけど、ダリンもすごいスムーズ左右方向どちらも塗装が入ってるセンターギア小さいのが2つあって、あとはシールで保管と。ここにグリップを長くするパーツが別でありますね。あ結構大きいなやっぱ。シールは光沢とかなくって紙っぽいシール。ってことでこの辺をささっと貼って、 てあげればはい、シール貼りも終わると、見栄えが相当良くなりましたし、ギアに関しては、今回はツーカイザーとカッタナを選びましたけど、シールは3種類あって、その中から2つ選ぶような形ですね。ギアトリンガーに関しては前回と全く同じですから、パッと作るとして、こんなお面スイングみたいな、 アイテムって珍しくないツーカイザースイングだって金塗装超綺麗なんだけど。あ、すげえ、両面になってる。で、バイザー自体は変わんないけど、2枚ついてて、このエンブレム部分を選んでねと。別に本編のツーカイザーとかは、フェイス両面仕様とかなってませんからね。あ、これ枠まで全部一緒になってんだ。これはね、ちょっぴり貼りづらい。 じゃあさっきはカッタナを選びましたから一つは普通にツーカイザーにするとして反対側をリッキーにしようかなはいこのように番号を選ぶことができるとじゃあさらにスイングに関しては特にシールとかなくって完成品が入ってますのでじゃあ改めて では、それぞれ確認しましょう。まずは、ディアダリンガー。ほんと小さくてもよくできてんな。すごくないダリン部分とか。ぐるりと見回すとこうで、個人的にはここのえぐれ具合の造形とかが再現されてるのがすごいなっていうのと、シルバー塗装されてますし、ディアダリンガーのシールとか、内部なんかもね、ゴールド部分、ちゃんとシールで全部保管されてるんですよね。 そして稼働する箇所はダリンがトゥトゥトゥルトゥゥトゥルシャンシャンで回すことができますしすごいスムーズ2モード変形ガンモードからのソードモードカッタナーの刀状態の2モードにしっかり変形するし近づいてもモールド細かいな一応デラックスガングと 見比べるとなかなかに赤い成型色部分なんかはそのまま小さくしたような雰囲気出てますよね。デラックス版と今回のガシャポン版。200円でこれは十分なんじゃないかそしてここにギアをセットする箇所がありますから差し込んで回せみたいな遊びができる上にちゃんとダリンとギア部分の回転連動をね。 こういうところも搭載されてると。で、今回は、カッタナを弟くん選びましたので、カッタナに変身して、 ディア・ダリンガー、ダリン部分を回転みたいな、そういうこともできます。これほんと素晴らしい。そしてディア・トリンガーと比べると同じシリーズで、ちょうど同スケールのサイズ感だね。お互いデラックスガンゴをそのまま小型化したみたいな、そういうふうにもう見えますし、これは再録ですから前回と全く一緒。そしてディアに関しても2つついてて、 その中から前回じゃあ5人のうちの誰かをシール選ぶような感じで、例えばマジーヌタンをセットすると、これもね、サイドのハンドル回転に合わせてギア回転ありますし、ガトリング部分もしっかり塗装があったりとか、細かい色はシールで表現で可動入ってますね。ギアのシールを選択して選んで自分の好きなギアをセットすることができます。ギアの脱着は相変わらず、 やりづらいんだけど、一回はまるとしっかりセットされるって感じだねでもマジーヌほんと毎週可愛いから僕もサーベラの中の人みたいな感じになっちゃうわスイングカーですっごい軽いんだけど頭部のみのスイングってなかなか割り切ってますね今回はリッキーこれはカッタナかーリッキー か3種類から選ぶような形で中は空洞かな重量を感じませんけどゴールドカラーとある程度シルバーカラーで塗り分けられてるとミニギア付きのミニスイングはバックルと一緒になってるやつがあってこういうような2個ワンセット 戦隊ギアバックルのツーカイザーバージョンですね。赤い塗装をベースに一部ゴールドカラーになってて、パーツが開いたりとか、そういうことはなくって、もう造形があるのみで、ツーカイザーの戦隊ギア型スイング。通常の戦隊ギアと比べると、これくらいサイズは小さいですが、 ラメなんかもね、シール綺麗だし、ゴールド部分は塗装で表現。しかも、両面シールになってて、もう一個が、リッキーとカッタナーの2個ワンセットスイング。このような小型のスイングになってて、まあ、これでも1個200円ですからね、2個ワンセットで。そして、弟くんたちですね、カッタナーとリッキーで、 これも、元々のサイズからするとかなり小型目になっておりますが、しっかり両面の仕様で、後ろはヒート、星マークが入っております。シールで再現されておりますし、ラメなんかも非常に綺麗。って感じで、今段はこのようなスイングたちプラス、リアダリンガーもあって、 ホントツーカイザー祭り。これに、最6のディアトリンガーも含めて、全5種類って感じですね。以上、機械戦隊全じゃガシャポンなりきり全会者02の紹介でした。